20番ミッドフィルダー柴崎監督、30番ミッドフィルダー岩沢、33番ミッドフィルダー甲斐、19番ミッドフィルダー豊川優、28番ミッドフィルダー土井翔、11番フォワード丸、続いて小澤の選手です。1番ゴールキーパー佐藤美優、4番ディフェンダー山村和、24番ディフェンダー伊藤優俊、8番ミッドフィルダールイス・アルベルト、27番ミッドフィルダー梅立隆弘、10番ミッドフィルダー本山雅史、32番ミッドフィルダー杉本太郎、監督運営の秀樹、
西村雄一、副審五十嵐唯一、三原淳、放送者榎本和義、以上両支審判団でございます。なおこの試合のマッチコミッショナーは新藤隆晴、レフェリーアテンダーは山田仁志です。 J リーグディビジョン1第17